どうも、ベタです。パワープロやっていきたいと思います。はい、本日は栄冠9やっていきます。そして、黄金世代、最後の夏の大会3回戦からやっていきたいと思います。まあ、まだまだ予選なんで、ここら辺はパパッと勝ちたいとは思っております。そして、前回の動画、動画終わった後に気づいたんですよ。やっぱり、1番と3番変えよう。屋敷くんがやっぱり1番なんですよね。1番としか思えなくなっちゃったんで、屋敷くん1番にします。そして滝くんを3番にしたいと思います。パワーヒも持ってるし、チャンスにもなったからね。はい、これでいきたいと思います。こう見ると屋敷くん強いよなぁ。いいメンバーが揃った。では、やっていきましょう。で、とりあえずやっていくのですけども、体力的にどうですか？ちょっと減ってるのか。まあ、いいか。変化球練習。お、菅原くん。知名度が上がってきましたね。近畿のスピードスター。いいでしょう。まあ、菅原くんもね、うちの大事な黄金世代なんで。頑張ってください。本当に頑張ってください。お願いします。で、ここで前評判見ていきましょう。前評判は、いい。まあ、高槻大付属。勝てるでしょう。これは勝てるはず。全然勝てるはず。では、やっていきます。まあ、ここで、相手が A とか来たら逆に面白いけどね。はい。大会3回戦、やっていくんですけども、とりあえず、藤野くん行こうか。藤野くん、天才藤野、やっていきます。藤野くん、6番でいいよね。6番。塚田くん、普通ですが、まあ、相手いいなら全然勝てるでしょう。やっていきまーす。お待たせいたしました。一球一瞬に思いを込めて、決勝の舞台を目指します。地区大会3回戦の模様をお届けいたします。一塁側、高槻。三塁側、先行チーム。よろしくお願いしまーす。はい、相手は D ですね。前評判通りではございませんでしたが、まあ全然余裕でしょう。できればコールド勝ちしていきたいんだけどな。それぐらいの力はあるはずなんだ。頑張って。とりあえず藤野くん頑張ろう。打っちゃって。ナイバッ、うおー、ナイスアドだね。相手を褒めよう。お、2点取りましたね。ありがとうございます。では藤野打っていこう。ミート対応の引っ張り。さあ打とう。ささっと3割乗っけてくんないか。真正面か、残念。点取れないな。さあ菅原くん打っていきましょう。さすが、しかも地方球場の魔物。この子が打ち気になったのはかなり大きいね。とりあえず打っていこうか。ヒット打とう。滝くんに回して。ナイバッティン、いいですね。3安打。滝くんに回したかったな。急成長か何かな、見たかったんだけどな。はい、藤野くん。セーフティーバントでもする？してみようか。さあ、いける。お、ナイスバントじゃん。うめえ。めちゃくちゃうまかったですね。では、山根くん打っていきましょう。とりあえず、パッと打って。打っちゃって。山根くん。ダメ。危ねえ。インフィールドフライ宣告されてなかったから、あれで落とされたら困った。はい。では、しんぼくん。ちょっと打率落ちてきたね。打っちゃおう。さあ、打て。ゲッツーやめて。よかった。まあ、1点は入ったか。とりあえず、塚田、頑張って。才能開花が残念だな。セーフだ。ナイラン、いいですね。で、屋敷くん。屋敷くんは、まあ、とりあえず、ヒット打っていこう。打て。ナイバッティン。あー、真正面。残念ですね。はい。まあ、いい感じに点は取れてるはず。で、滝くん。急成長、いいですね。で、これはセーフティーバントしていこうかな。
いけるでしょ。あー、キャッチャーか。やらかした。もうちょっと転がさないといけないんだけどな。残念です。菅原くん打っていきましょう。超ファイトで一発狙っていい。狙っちゃって、うーん、サード真正面で矢部くん急成長で、はい、才能開花か。マジか、残念だな。それは残念だ。さあ打て、ナイバッティン、いよいよいい感じだ。あと1点取ったらコールド圏内入ってますね。まあとりあえず打っていこう。藤野くん、ミート打ちでいっか。はい、あ、そうか、矢部くんか。走らせよう。牽制しつこ、残念。まあ藤野くん打ってって、はい、打とう打とう。走れ、残念。では山根くん、とりあえずヒット打っていこう。おお、でかい当たり打つね。あげちゃダメ。やばいなぁ、相手 D なのにコールドすらできない。ダメだなぁ。しんぼくん、頑張って。早打ちはそんなに嫌いではないけど、ボンダが多い。てか、塚田くんがすごいピッチングしてるね。ありがたいけど。では、塚田くん、変えよう。望月くん。で、屋敷くん、セーフティーできる？走れ、走れ！やっぱり右打席はきついか。残念。では、もうちょっとつなげよう。さあ、もう一本と打っていこう。流し打ち。まあ、菅原くんがすごい残念。さあ、走れ。ナイラン。まあ、でもヒットじゃないんだよな。残念。では、セーフティーバントしよう。いや、盗塁だな。いや、セーフティーしよう。アウトか。落としてくれるかなと思ったんだけどな。残念です。では、流し打ち。ナイバッティン。一応、コールドの点数にはなってますね。もうちょっと打っていこう。で、矢部くん。一発狙っていいよ。さあ、打て。ほら。ありがてい。では。盗塁していきます。刺されんなよ、矢部くん。はい、ナイラン。では藤野くん打っていこう。打て、落とすよ。てか超えたか。ナイバッティングだね。はい、いいよ。10対0。まあこんなもんでしょう。で、山根くん。さあ、打て。君も打つのみだ。超えた？うまいこと取ったな。エラーしやすいんやったら今の落としてもおかしくないけどね。はい。塚田くんがここまでゼロピッチングしてくれたんで、まあ、大丈夫でしょう。とりあえず若月くん。で、守備も交代しておきます。小杉くん出してあげよう。で、カトリ君も出してあげて、ハルキ君は出さない。荻野君出しちゃいます。はい。では、若月君、頑張っていきましょう。とりあえず、急成長使ってね。一人抑えて。ハイスカンドー！ナイスカンドー！ハイワンアウト！あと、二つですね。では、大野君。で、ラッキーボーイ。さあ、押さえていこう。待って、何してる？大野くん、ダメだよ。まあいいや、ちょうどいいし、変えよう。木塚くん。さあ、頑張って。
前の獣ぶりを発揮するで、まあ一応使っておこうか。ゲッツーでもいいからね。お、ナイス三振。いいね、キズムくん。まあ最後はうちの抑えのエースに一応ね、経験させておいてあげたい。で、褒めまくる。で、褒める。で、ラッキーボール。さあ、打ち取っていこう。はい、ファースト一球セーブ、お疲れ様です。はい、10対0ですね。もう一試合やっていこうか。うん、まあちょっとね、簡単すぎた試合なんで、もう一試合やっていこうかな。で、菅原くん何も覚えなかったか。お、若月くん、ホーク3。いいね、いい感じだ。あと1ぐらい行きたいかな。はい、どんどんやっていきましょう。うん、急成長いっぱい来てほしいんですけども、やっぱり滝くんとかは 50% なんでね、難しい。おー、塚田くん、さすがだ。塚田くん、大会中よくノリノリになってくれるから助かります。で、とりあえず、タイヤ引きでもやっておこうかな。はい。では、夏の大会4回戦、やっていくんですけども、とりあえずベスト8には残ってるのかな。あー、グラウンドレベルがどんどん下がっていく。やばいな。あれ？俺買わなかったっけ？買った気がする。あ、買ってる買ってる、使っとこう。はい、ではではでは、相手は C、 まあ、ついた実業さん、勝ちに行きましょう。とりあえずここら辺ならまだ勝てるはず。準々決勝、これを勝てばベスト4。まあ、塚田くんがノリノリなんでね、勝てるはず。お、春の甲子園大会出場校なんですね。もしかしたら強いかもしれません。ですが、勝ちに行きます。はい、藤野くん行きまーす。あ、中村。これ、なんか俺もう見た感じ、宮本から岡田まで全部プロ野球選手の感じがする。宮本は確か PL なんですよ。岡田は覚えてないけど、多分 T 岡田。中村、のりか、おかわりくんか。で、岡田って、多分、阪神の元監督の岡田でしょ？で、藤波でしょ？完璧大阪だな。大阪らしい打線だ。まあまあまあ、勝ちに行きましょう。で、矢部くんは出さないとして、とりあえず、いいのか。このままで、ね。このままでやっていきましょう。塚田くん、ノリノリ頑張ってください。今日が終わればベスト4が決まるということになります。地区大会準々決勝の模様をお届けいたします。一塁側吹田、三塁側先行チーム、全国大会へよろしくお願いします。さあ、準々決勝プレイボールです。お、相手はやっぱり B か C じゃなかったね。はい、勝ちに行きましょう。 B でも弱い B だね。で、点取ってる、ありがてえ、さすがだ。で、相手なんですけども、大阪らしい相手だ。多分宮本は、うん、ヤクルトの宮本だったね。岡田は T 岡田だね、これは。で、これは、ノリかな？おかわりくんかな？どっちだろう？微妙だな。うん、すごい微妙。どっちだろう？どっちでもあり得るんで、まあ、まあまあまあ。で、岡田、うん。これは阪神の監督の方ですね。まあ、それ以外はいないかな。あとは、藤波。うん。まあ、スロースターター乱調ということで、まあ、とりあえず初回から打っていこう。藤野くん、ここを打とうね。頑張って。天才がさらなる成長を遂げることができるか。さあ、とりあえず、ミート打ちでいいから、ヒット打っていこう。さあ、打て。ボールは振ったらダメ。あげちゃダメだよ。はい、では、ここから、しっかりと点取って。援護していきましょう。塚田くんなんで、そこまで援護はいらないかもしれないけどね。はい。では、では、では。あー、矢部くんじゃないのか。矢部くんなら走ろうかなと思ったけど、いいや、走らない。藤波のホームもあって、なんかすごい速く感じる。おー、ナイバッティン、ラッキー、ラッキー。エラーもしかしてこれ。
ヒットだよね。さすがにあの当たりエラーではないよね。はい、どんどん点取っていこう。ワンアウト二塁、菅原くん。さすがだな、菅原くんむちゃくちゃ打ってるし、今回も魔物だ。ありがてえ。とりあえずありがてえ。さあ、打て。ヒット打って。菅原くんにも阿部比を持たしたいんだよな。まあ多分そんな簡単には覚えないと思うけど。お、打ってますね。ありがとうございます。ホームランは誰か打った？もしかして。もしかして誰かホームラン打った？おお、滝くん、ありがとうございます。さすがです。で、藤野くん。矢部くんだもんね。走っちゃおう。マジで？え、アウトか。総力 S だぞ。やられたな。おお、1点取られちゃったよ。塚田くん頑張ってね。本当に。はい。藤野くん打っていこう。3割3分3厘。打率はいい感じになってきた。はい、ナイバッティング！いいですね。いよいよ、その調子で打ってください。いいバッティングです。ノーアウト1、2塁。辛坊くん。まあ、思いっきり叩いてもらおう。はい、思いっきり叩いていいよ。ゲッツーはダメだけど。いいよ、君は強振で。残念。はい、塚田くん。さあ打っていこう。また才能開花か。残念だな。ラッキーラッキー。さすがにヒットだね。はい、ヤシくん。ヤシくん今日ちょっと元気ないね。セーフティーバンドすごいしたいけど。流し打ち。おお、今回はちゃんと取った。まあ、とりあえず屋敷くんは走ろっか。危ねえ。まあでも走るよ。はい、ナイラン、いいですね。で、菅原くん、とりあえず打っていこう。お任せでいいよ。任せる任せる、君は任せてでも打ってくれるからね。足が速えなぁ。滝くんにチャンスで回して、うん、急成長がなんか使いたかったんだけどね。はい、笠原くん。超ファイト。一発打っちゃっていいよ。あ、ちょっと滝くん盗塁無理かなぁ。ラッキー、いきましたね。では、もういい。強振でいいよ。強振で。はい、ナイバッティー、いいですね。はい、ホールド圏内張ってきた。入ってきたんで、急成長だけは使いたい。急成長だけはマジで使いたい。塚田くん、才能開花、使っておきながら、まあ、変えるけど。で、これ、近藤も、もしかして、だよね。うん。オリックスじゃない。どこだ？オリックスか？わかんないけど、そこら辺の近藤かな？で、投手、とりあえず若月くん出して、矢部くんと滝くんも、まだなんですよね。急成長。で、内角攻め。とりあえず一人抑えていこう。おーっと、間に合い！ナイス！いいですね。では。滝くん、とりあえず滝くんからっていいかな。で、セカンドはいないんだけど、春樹くんがいるのか。春樹くんをおらしてあげよう。たまにはね。さあ、滝くん。急成長ナイスです。では、低め注射。でもこれって急成長されんのかな。まあ、補給だからされるだろうね。はい、センター。ナイスセンター。いいですね。では最後に矢部くん出していきましょう。今日は疲れてないね。では矢部くん出して、滝くんは変えて、望月くんの、羽鳥くんの、荻野くんの、小杉くん。まあここら辺はしょうがない。もう今日は出ません。矢部くんが打たれたら出しますけども。
IQ 成長ありがとうございます。さあ外角中心、はいサード、ナイスサード、いいですね、うん、無事無事準々決勝勝つことができました。まあこれぐらいでしょう。さすがにコールドはできる。もう4連覇してるからね。甲子園大会4連覇中なんで、さすがにこれぐらいしてくれないと。で、若月くんの速球が当たって、菅原くんが、まあ、安打打ちまくったからね。で、滝くんは滝くんは、あ、滝くん補給上がってる。あ、コントロールが2に上がってる。まあまあまあ。まあまあまあ。で、屋敷が、もう、走力99。いいね。で、矢部くんもちょっとずつ上がってるね。しっかりと上がってください。まあ、そんなところかな。はい。では、次は準決勝からですね。準決勝、決勝やっていこうと思います。まあ、黄金世代なんで、ここまでは、うん、順調に来ております。次からも順調に行ってください。では本日はここまでとさせていただきます。また次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよならー。